すねこすりは、岡山県に伝わる妖怪。犬のような姿形をしており、雨の降る夜に現れ、夜道を歩いていると足の間をこすりながら、通り抜けるとされる。博物学者、佐藤生命が、各地の妖怪語彙を収集した、現行全国妖怪辞典に、岡山県小田軍のものとして採集された伝承が、短文で記載されており、柳田国を、 妖怪談義の妖怪名義にもそこから情報が引用されたと考えられる。岡山県茨市では、すねこすりは、同志七海地町の医療道という辻道のそばに、現れ、夜に通行人のすねの間をすり抜けたといい、やはり犬の姿形をしていると語られている。うか町でも、夜道で人のすねをこすって通り抜ける、すねこすりや、股を何度もくぐり抜けていく。 国リと呼ばれるものがよく出没すると語られていた道があった、などの民族調査報告があり、夜間に出没するという点も含めて共通した内容が語られていることがわかる。犬の姿形をしたものが通り抜けると言われるが、武漢町では、すねこすり、国リのような妖怪は、狸の仕業であると言い伝えられていた。岡山県四月郡吉井町にはすね転がしという、 夜道を歩いている人の足を引っ張って転ばせるという妖怪も語られていた。鳥取県境港市水木しげるロードに設置されているすねこすりのブロンズ像。漫画家の水木しげるは犬の姿形という点から犬の根付きをデザインに用いて描き起こしており、そのデザインによるすねこすりを自身の手による各種の妖怪図鑑や漫画作品にたびたび登場させている。また、 アニメのゲゲゲの鬼太郎にもスネコスリはしばしば登場している。映画、妖怪大戦争では、黄色と白の毛の塊で可愛らしい目をしたスネコスリが多数登場しており、同作品のマスコットキャラクターとして扱われている。平成以降、実際にスネコスリを見たとされる目撃団の中では、猫のようだったと語られることが多い。妖怪大戦争でもスネコスリは、登場人物から、 猫とも言われている。妖怪研究家、山口敏太郎は、そのような目撃談を示した上で、これを、水木しげるのデザインを、猫であると見た読者たちが影響を強く受けたことによる、思い込みから発生している情報であろうと、考察している。ありがとうございます。